ちの名前は琴の葉あかね。今は訳あって妹の葵と二人で暮らしている。いや、正確には二人で暮らしていたが正しいか。つい最近、葵が珍しい動物を見つけたというので、2匹ほど飼い始めたからだ。この2匹は珍しいどころか海生物と言っても間違いではないだろう。今まで見たこともないような生態をしていて、なんと、人と会話できるだけの知能もあるように思える。うちらが話してる時にどこからか声が聞こえた時は、まさかこの子らが返答をしているとは夢にも思わなかった。まだ飼い始めて日が浅いのもあって、うちはこの子らの習性はあまり知らない。だから今日は少し2匹が遊んでる姿を観察してみようと思っている。なるほどな。葵が張り切ってたからうちはほとんど関わってなかったけど、くっそかわええな。何やこの生き物。しかも葵のは葵って名前で妹なんか。で、赤いのをお姉ちゃんって呼ぶってうちらそっくりやな。えらい偶然もあったもんや。しかもいちいち掛け声がかわええな。なんやうちをも大事にさせる気か。おお、お姉ちゃん、玄関先まで規制が響いてたけどどうかしたの。おう葵、おかえり。嫌な、こいつら観察しててん。こいつらいちいち動作かわいくてやっぱりな。ああ、お姉ちゃんなら死ぬほどかわいがると思ったから、私がお世話してたのに、ついにバレちゃったか。ちょ、葵それはどういう意味や。かわいがるのは別に悪いことじゃないやろ。お姉ちゃん忘れたの？小学生の頃、野良猫が懐いてくれたからって餌付けして怒られたこと。お姉ちゃんに任せたら、そういうダメな可愛がり方しそうだから教えなかったんだよ。そんなこともあったかな？せやで。ちょ、あんたは黙っといて。さてさて、お姉ちゃんで遊ぶのもほどほどにして。せやなーとだよねーのお世話してあげなきゃ。む、ええー、なー。うちにもやらせて葵。だよね。ただいま。ああ、葵ちゃんだ。おかえり、葵ちゃん。おかえり。それじゃ、いつものやろっか。やれ。せ、やひょうね。キャッキャ。ああ、この子ら本当に可愛いな。にもその子ら可愛がらせて。じゃあこの子たちに聞いてみるね。せやな、だよね。お姉ちゃんとも遊んであげてくれる？やな、よね。で、おう、お前らありがとうな。心ゆくまで可愛がったるからな。む、私だけって独占してた癒しが。でもまあ
ほれ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 せやうひょー二人とも楽しそうだからいいかだよね。この子の好物ってなんなん？うちも食べさせてあげたいんだけど、お姉ちゃんが頭に乗せてる子はセヤナーって言ってエビフライが大好きなんだよ。エビフライよね。えらいブルジョワな好物やな。しかしエビか、ね、今夜食べようと思って買ってきたあれでもええかな。よいしょっと。セヤナーちょっと待っててな。今持ってくるからな。やったセヤナー。お姉ちゃんのことは、あかねちゃんって呼んであげてね。きっとすごく喜ぶと思うから。わかった。あかねちゃん。あかねちゃん。せやな、持ってきたで。やった。あかねちゃん。ありがとう。今、うちのこと名前で。ふぉー。ほら、お姉ちゃん。荒ぶってないで食べさせてあげなよ。せやったな。ほら、担当食べ。え？お姉ちゃん、それ違う。なんや、葵、エビはエビやで。問題ないやろ。そうかな？あかねちゃん。あかねちゃん。ん？なんや、せやな。あのな、うちな、あかねちゃん、好き。無言で荒ぶらないで。ほら、セヤナーが食べるよ。